ビッグマッチ西川路線でお送りしてるんですけども、もうね、ヤマピーがシフトが余って来れるから、ね、なるほど、ね、いや、ちょっと思ったね、こう、ナイスと選んで入りませんって思ってるから、新幹線変わりましたよね。完全に壊っちゃってましたね。完全に新幹線の ABC 席の B と A と C と同じだったみたいな、ちょっといいみたいなバックヤマピーが来れないということで、ビッグマーチ西川ラテン、チャコちゃんお願いします。はい、ピンポンしてるね。はじめまして、チャポです。少し緊張していますが温かい目で応援お願いします。でもね、めっちゃ緊張しますね。チャコちゃん真ん中の何でも撮ってくれるから、それはちょっとめちゃめちゃすぎるね。だってちょっと今だって2、30分前にドッキリかけたから俺のこと知らない人にそんな振ってもらおうなんて言ってこないですよ。やってましたよね。やってました。俺ではまだだからゲッツをやる人だもん。ガッツ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 テツさんと、はい、話したときに、まあ、カートさんとやりたいってそのまま言ったやつ、アテミンの話ですね。はいはいはい、ありましたね。はい、アテミンです。カートさんといろんなところに行ったり、いろんな話をしたりして、体当たり企画としてやれないかなっていうのがパチミンで、今日僕、茨城出身なんで、はい、僕がこうパチミンで栃木のことみんな知ってるかいってやったところで、ふいってなっちゃうんで、なるほど。ポンちゃんも根っからの栃木の女の子なんで、はい、栃木生まれやつ。栃木生まれ。栃木育ち。悪そうなやつは大体友達。あ、そう。いや。おお。ここにドラゴンラッシュ。ダサいでしょ。栃木のドラゴンラッシュ。栃木のドラゴンラッシュはちょっとダサいでしょ。一番。散々なんか見たら、俺がみたいな感じでしたよね。ね。そんなに余裕だと思われてる。安心して安心しないでください。はい、ということでここが拾うな、これが拾えんな。まあ、大丈夫ですよね。大丈夫です。今ね、チャコちゃんが確認してる。確認してる。どう、何だっけなって確認してる。何だろう、こう見てやる。こうこうやる。出しながらやっても構わないということなんで。かわいいですね、声を、ね。はい、ヤマピーさんが。ヤマピーにはない。え、見るでしょ。見せてよって言いますからな。取り上げて。どれどれって言われます。そしたら、先ほどおっしゃってた通り、以前、哲、はい、さんとの企画会議でもありました。企画、ビッグマーチ西川田店は、栃木県宇都宮市にあるパチンコ店というところで栃木不思議発見という企画をやりたいと思います。はい、すごい、なんかシリと喋ってるみたいな。すごくちゃんと言ってるんだけど、すごい頭に入ってくるっていう、なんか内容ないから、ね、とこ抜けていくか。栃木県あるあるのやつを今からやることですか、ね、そうです、はい、不思議発見。あ、不思議発見。それ陽介さん。不思議発見は陽介さん。パチンコ不思議発見陽介さん。合体さん。合体さんはパチンコ。あ、もう分かんない。もう分かんない。パチンコ県民バラエティ。すみません。ごめんね。いや、すごいな。バリコンチ忠実。すみません。ごめんね。いや、すごいな。バリコンチ忠実。すごい、俺も見たんですよ。こんなに感情が困ってない。 U 字工事初めて見たの。ごめんね。すごいわ。ありがとうございます。幸せが止まらない。栃木のイメージとかどうですか。栃木の
イメージありますよ、僕。あ、ありますか。まずラーメンですよ、佐野。佐野ラーメン。あと、カンプーじゃないですか。カンプー、カンプー有名ですか。カンプー有名。あの、U字工事のなんか言ってる知識ぐらいしか見ないですよ。ネタの中で言ってるから、もう、ってことだから、まだまだ浅いっすよ。浅いですね。はい、これね、チャポさんもそうだ。これ、あと1分言わせました。はい、そうじゃん。大事餃子、これだけ言うとないと餃子はこの後、はい、ちょっと掘り下げていこうと思います。あ、なるほど。餃子はい、そしたらじゃあ中谷、栃木の形を絵に変えてもらおうと思ってます。で栃木の形って栃木県名ですか。あ、そうです。漢字あ、じゃあもう絵。あ、絵、はい、絵を栃木県でも栃木県いや、まあ、茨城はもちろんパッと浮かびますけど、はい、特徴あります。あ、でもそう、あります。仕事してますもんね。いや、ちょっとなんかカロリー丼書いてあるこれは配信見ればってめっちゃカロリー丼カロリー丼かわいい牛にこれ栃木県の話栃木県で横にも茨城県があるんですよ。そう、茨城か。とかピースを回せるように書いちゃう。なんかなんとなくこの内陸のイメージなんで、はい、これはささっと書いた方がいいですよね。そうですね。これ変な間を作るとあの面白いこと書くんだろうみたいなことが兼ねないんで、僕先やります。あ、はい、僕先やったら書いて、あ、これは大丈夫、僕先書くんですよ。どんな細長いんでしょう。栃木でしょ。先に言ってきます。大丈夫ですか、それ。ちょっと想像していきますよ。本当に大丈夫ですか。栃木。俺はあれですか、なんかレタスなのにソーセージですか。それしか見えない。餃子です、餃子。あ、餃子だったんですか。掘り下げてどうぞ。これ使わ、僕の使われないんで。いや、使いも、俺だけ言ったらこれ成り立たないよ。俺マジで栃木県かけますよ。栃木県。でもなんか、まあ、何かに似てるとはあるよ。ちょっと餃子違うんじゃない。餃子餃子、栃木。確かに結構そのなんか千葉県だったら稲の形、秩父があるじゃないですか、はい、あの形になってたりとか、そういうイメージで言うと、なんかそういうなんか合わせられてるものがあるってことですかね。どういうのか、シャクッと書いてね。こういう何やってもうね、県境がこうなるじゃないですか、はい、こっち海ですよね、はい、あ、茨城っぽいでしょ。茨城っぽいです、茨城っぽいです。栃木、こういう丸真ん中に栃木、はい。場所の問題じゃないですよね。場所の問題じゃないですよ。茨城っぽいですよね。茨城っぽいですよ。あ、じゃあこういう、こういう感じですよ。これパッパッパでみたいな感じで、ホームベースみたいな。ホームベースはい、決定。じゃあこれね、はい、どっちが近いかでいいですか。どちらも不正解です。そうね時間かかる。ごめんね、ちょっと使ってくれない。申し訳ないです。栃木県の形はこちらとなっております。カットさん、なんかね、逆にこれ何の形って言ってるんですか。これは、まあ、あのゴリラの横顔みたいな。ゴリラの横顔ね、だと思った。だと思ったわ。ゴリラとか男の人の横顔。ああ、ここがあれかな、鼻で、はい、顎。あ、そうです。髪の毛みたいな。3歳児ぐらい描く横顔みたいな。でもごめんなさい、ちょっとこれ見て栃木って言われても分かんない。分かります。栃木大好きなんだ。栃木大好き。なんだこれ、餃子をちょっと冒涜してますね。レタスの上に乗ってるウィンナーにしか見えないですよ、僕は。餃子認めないですよ、次お願いします。はい、はい、じゃあ
あるあるをまとめてきたので。なるほど、はい、栃木あるある。あるあるちょっと全然わかんないですね。大きな施設からすると、あ、聞いたことあります？でも絶対に言わないから、ちょっとそれあれっすよ、良くないですよ。